エティサラートは公衆電話事業も展開している。エミレーツテレコミュニケーションズコーポレーションはアラブ首長国連邦に本社を置く電気通信事業会社である。一般には会社のブランド名であるエティサラートの名前で知られアラブ首長国連邦のほかアジア、中東、アフリカなど18カ国で事業を展開している。2012年2月時点でエティサラートは 世界の移動体通信事業者のうち15位を占めており、1.35億人が利用している。エティサラートは2012年、ホーブス、中東版において、UAE で最も活力のある企業として認定された。2011年2月10日、エティサラートは報告書の中で総売上高84億ドル、および純利益が20.78億ドルであると公表した。エティサラートは、 エミレーツインテグレーテッドテレコムとともに国内に2つしかない通信事業会社の一つである。エティサラートは中東のインターネットハブの一つであり、中東の他の電気通信事業会社に対し接続サービスを提供している。エティサラートはアフリカと中東において最大の国際音声トラフィックを運用しており、世界でも十二番目のトラフィックを運用している。年月、 エティサーラートは186の国、地域と510のローミング契約を結んでおり、ブラックベリー、3G、GPRS やボイスローミングなどの利用が可能となっている。エティサーラートは、ニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、フランクフルト、パリ、シンガポールにおいて、ポイントオブプレゼンスのサービスを提供している。2011年12月、 エティサラートはヨングルトの運用を開始すると発表した。エミルエツテレコミュニケーションズコーポレーション、通称エティサラートは1976年にインターナショナルワイラジオリミテッド、ブリティッシュカンパニーとその他国内の通信事業会社による合弁会社として設立された。1983年、企業の形態が変化し、アラブ首長国連邦政府が会社の 全株式の60%を取得、残りの40%が一般に取引されることとなった。1991年、UAE の中央政府は連邦憲法において、エティサラートに国内及び外国における優先、無線療法の電気通信事業展開を行う権利を付与した。これにより、同時に電気通信設備の所有、輸入、作成、使用、 運用を行うためのライセンスを所有することとなった。これは実質的にエティサラートに対して規制と制御を行う権利を与えたということでもあり、国内の電気通信事業においてエティサラートがそのシェアを独占することとなった。国内経済の発展を維持するため、法は国内の電気通信事業の発展に関する条文が付加されている。 電気通信事業利用者は1976年の3万6000から1998年の73万7000にまで増加し、エティサラートネットワークの成長、発展を示すものとなった。2001年1月の PTCL により、イスラマワードにおいて、ユファンのブランド名で始めた、携帯電話事業開始は重要な経営転換の契機となった。2005年に、 p t c l の民営化が行われると p t c l はエティサーラートの参加に入った。今日、エティサラートはフィナンシャルタイムズによる世界のトップ500企業において自家総額部門で140位にランクインし中東の雑誌においては中東で自家総額部門と売上高部門で6位の企業と発表された。エティサラートはアラブ首長国連邦の土地開発プログラムに関して 石油関連の企業を除けば最も貢献している企業である。エティサラートは国有化プログラムに関する投資においても貢献度の高い企業でもある。ありがとうございます。